はい、こんにちは。藤井武です。実は2021年の11月に私のサイトを多言語化させました。もともと日本語のサイトなんですけども、日本語、英語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、スペイン語っていう風に8カ国語に対応させたんですね。ちょっと見ていただきたいなって思うんですけど、例えば英語にするとこんな感じで、英語になってますし、ドイツ語だったらばこんな感じになってます。で、例えば、英語でブログの記事とかもこんな感じで、いくつかの記事は翻訳してません。例えばもう日本でしか日本人向けのサービスは翻訳しても海外の人は申し込まないんで、こういうのはまあ翻訳してないんですけど、例えば英語圏やその他の、言語圏の人たちが登録する可能性が高いこういう記事なんかは全て翻訳させてます。こういうツールですね。もともと英語圏のツールなんで、こういうものを翻訳してるんですけど、じゃあこういう記事とか全部翻訳、丸ごと翻訳したんですけどね、こういうのもこんな感じで翻訳してるんですけど、どうやって翻訳したのかっていうところこれから説明します。それと今回翻訳するにあたっていろんな選択肢がありました。ワードプレスの多言語化プラグインっていくつもあるんですよね。で、選択肢として今回、考えたのが、まず母語っていうプラグイン、それからウィグロットっていうサービス、WPML っていうサービス、プラグイン、それからポーリーラングっていうプラグイン、Gtranslate っていうサービス、それからトランスレートプレスっていうプラグイン。ここら辺が選択肢として考えたんです。で、まず母語っていうプラグイン、まず最初にこれを考えました。なぜならば、無料だし、日本人が作っているプラグインなんで、親しみやすいというか使いやすいなっていうふうに思ったんですが、今回私が、プラグインを選定する際にポイントとしたのが料金なんですよね。料金と使いやすさっていうところなんですけど、私のサイト丸ごと翻訳したいんですけど、母語っていうのはこれも一つ一つ手動で翻訳しなくちゃいけないんですよ。全ての記事を翻訳する時間が私にはなかったんで、母語はちょっと私のニーズには今のところ合わないなっていうのが思ったんです。で、無料なのはいいんですけど、すごくありがたいんですけど、ちょっと、この自動化して翻訳したかったっていうのがあったんで、今回は母語はなしにしました。次にウィグロットっていうのを、考えました。このサービスも非常に良さそうだなって、しっかりしてそうだなって思ったんですけど、これは料金ですね。料金がいかんせん高いんですよ。私のニーズで言うと、私のブログ全てを翻訳するともう明らかに単語数が足りないんですよね。で、仮にこれに申し込んだとしても年間1990ユーロかかってくるんで、日本円で25万6000円程度かかってくるんですよ。ちょっと高めだなって、私の場合だとね、なって思ったんですよね。で、このサイトはあまりまだ収益出てないんで、それほど出してないんで、これをまず契約するのはまだその、違うかなっていうふうに思いました。で、選択肢が外したわけですね。で、やはりここの WPML っていう王道のワードプレスプラグインも、選択肢に入れました。これ非常に使ってる方多いんで、私も使おうと思ったんですけど、ただ一つですね、料金も安いっていうのはあったんですよ。料金も安かったからいいなって思ったんです。料金、私の場合は99ドル、年間ですね。年間かな、そうっすよね、年間ですかね。なんでまあ安いじゃないですか。サポート、そうですね、1年間無料アップデート1年間なんで、1年間年間99ドルですね。安いんですけど、丸ごと翻訳したい、サイト丸ごと翻訳してってなったら大変。私の場合この DeepL っていう、これを使ってサイトを丸ごと翻訳したいなって思ったんです。でも WPML で DeepL を使おうとすると、使えるんですけど、どこだっけ、あった、これですね。一つのワードにつき4クレジット、この4クレジットっていうのは一つのワードにつきかかってくるんですね。で、クレジットで言うと私の場合は50万クレジット以上を使うんですけど、最低でも72ドルはかかってくる、月額。
プラスでかかってくるんですよ。ってなると割高になるなって思ったんです。ディープウェルで丸ごと翻訳したいけど、もう8カ国語を翻訳するってなったら、ちょっとこのワードじゃ足りないな、このクレジット以上必要になるんで足りないな、まあお金も足りないなって思ったんでなしにしました。非常にいいプラグインなんですけどね。で、次に考えたのがポリラングっていう、こちらも有名なプラグインですね。で、実はこれは無料で使うことができるんです。 WPML は有料版しか存在しないんですけど、ポリラングは無料版も存在するんですね。フリーダウンロードすることはできるんです。で、無料版でもかなり使えるんですよね。使える機能が多くて、で、まあ、私の場合はこの99ユーロのこっちの方を、買おうと思ったんですけど、これ使わなかった理由っていうのは何なのかっていうと、実はこれですね、翻訳はすごくやりやすいんですけど、記事が増えていくんですよ。どういうことかっていうと、例えばこの記事があるじゃないと、あるとしますよね。この記事を今ドイツ語ですけど中国語で翻訳するとしたら、また新しく中国語の版の記事を作って、でフランス語に翻訳するとしたら、またフランス語版の記事を新しく作ってっていう風にしていかなくちゃいけないんで、同じ記事がワードプレス内にいくつもあのダッシュボードの中に入ってしまうんですよね。で、たくさん入ってしまって、投稿数が400とか500になってしまったんで、なんかもう多すぎて管理できないなって思ったんで、ポリラングいいんだけど、これ日本語と英語2カ国語のサイト作るんだったらいいんだけど、8カ国語を翻訳しようとすると、ページがいくつも作らなくちゃいけないんで、めんどくさいなって思ってやめました。めちゃくちゃいいプラグインですけどね。で、次に考えたのが G トランスレートでした。これは何が良かったかというと、まず、これですね。私の場合ビジネスにしようと思ったんですよ。年間プランがこれで。で、2ヶ月間無料になるんで、279ドルですね。で、しかも全て自動ですし、翻訳に関して言っても、もう文字数とか、全部無制限、PV 数関係なく、翻訳できるっていうのがめちゃくちゃいいなって思ったんです。URL も翻訳できるし。ただ、これ契約期間はいいんだけど、契約切れたら翻訳のした文章は全部消えるんですよね。G トランスレート。だから契約中はこのサイトが翻訳されるんだけど、契約期間が終わった1年後には、全部翻訳消えてしまうってことを考えたら、どうなんだろうって思ったんです。どうなんだろうと思ったんですよね。で、私の場合は翻訳した文字をそのまま自分のサーバー内に保存して、データベース内に保存しておきたかったんです。だからそうなると、G トランスレートめちゃくちゃ悩んだ。それでも悩んだんですけど、私はトランスレートプレスにしました。で、トランスレートプレスを選んだ理由っていうのは、まず料金として、私は真ん中のプランですね。139ユーロ、日本円で1万7000円くらいかな。1万7900円か。まあ、それほど高くないっていうのが一つ。それから3つのサイトで使えるっていうところ。で、あとは、もうすべて、文字数の制限もないし、翻訳できる。で、ブラウザによって、言語を、操作できるっていうところ。まあ、要は例えば、自分のサイトを見る人がドイツの人だったら、ドイツ語のページを表示する。アメリカの人だったら、英語の表示を、ページを表示させるとかっていう、その住んでいる国に応じて表示させるページを自動で切り替えてくれるっていうのが機能としてあるんで、これめちゃくちゃ便利だなって思ったのと、あとはこのトランスレートプレスってディープ L と、統合、結合させることができるんです。オートマティックトランスレーションアドオンって書いてますね。で、このディープ L の API キーを入力することで、もうサイト上のすべてをもう全部自動翻訳させることができるんですね。で、全部これもう自動で翻訳しました。DeepL って言ったらもうかなり高精度の翻訳のツールですよね。これ全部この文字全部DeepL で翻訳したんですよ。結構しっかり翻訳できてますよね。例えばこの記事にしても、
これ全部 DeepL とトランスレートプレスのこの2つの組み合わせで全部丸ごとですよ。しかも英語だけじゃなくて、例えばドイツ語に関してもそうです。これも全部 DeepL です。めちゃくちゃ便利ですよ。でもちろん多少ちょっと修正したりしましたよ。あのタイトルとかドイツ語はちょっと分かんなかったんであれだったんですけど、英語とかこのタイトルとかは英語用にちょっと修正したりはしてましたけど、9割は全部トランスレートプレスと DeepL の組み合わせで自動化して翻訳したんですよ。これによってもうほとんど作業することなかったです。で結果的に私はトランスレートプレスを選んでよかったなって今めちゃくちゃ満足しているんですけど、だから多言語化プラグインを選ぶ際にいくつも選択肢があると思うんですね。でその際に自分のニーズと合わせて選んでほしいなと思います。2カ国語だったら母語とか、WPML ポーリーラングとかいいと思います。でただ複数の言語を大量に翻訳したい場合はトランスレートプレスとか G トランスレートとかっていうのが選択肢に入ってきます。でウィグロットも最初に紹介したやつですね、あれもいいんだけどやっぱり料金的な問題も出てくるんで、あんまり翻訳数がないんだったら本当にスモールサイトだったらあれもいいと思います。自分のサイトのまあ、ニーズに合わせて、自分のニーズに合わせて多言語化プラグインを選んでいただきたいなって思います。でもうめちゃくちゃたくさんのブログ記事を翻訳したい、それも自動で翻訳したいんだったら間違いなくトランスレートプレスと DeepL の組み合わせが最強です。いくつもあるけど、いろんな選択肢あるけど、この2つが私はめちゃくちゃおすすめします。で多言語化することによって複数のサイトからアクセスを呼び集めることができるんで、現時点でもおよそ過去の、3倍から4倍ぐらい、もう早くも1ヶ月も経過しないんですけどアクセスが集まってきているんで、多言語化は非常におすすめです。迷ってるんだったら、トランスレートプレスをおすすめしたいなと思います。あ、近いうちにまたあのブログ記事書くんで、トランスレートプレスの使い方とか動画で説明とかもしたいと思いますんで、また興味あったらコメントでちょっと教えてよとか、ここは知りたいんだよってことを書いていただければ幸いです。ざっと説明してきましたが、今回の内容が参考になったらばすごく嬉しいです。多言語化プラグインを選ぶ一つの参考にしてください。どうもありがとうございました。